な。入るか。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。リサ、騎士団の。家族を手伝いに来たよい子ちゃん。かわいいわね。ただ、タイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。私と組むの？先に言っておくけど、初心者に合わせてペースを落とすようなことはしないよ。うん、風魔竜の剣、一緒に頑張ろうね。
冒険はますます危ないかもしれないからちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はあ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、
どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて。竜の力が影響を及ぼしているから。扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。起爆できると思う。
安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。
近くに来てくれ。何か匂うか？この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうのな。ああ賑やかだが危なくはない。モレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、お嬢ちゃん。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除。俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。こいつはどうだ？旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どう？やって元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。
となしくしやがれ。仕上がれ。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。可能性はある。早速やるぞ。いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきさま。
手段は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。面白いものを探しに行こう。
おとなしく仕上がる。こいつはどうだ？